ホーナー・ワズワース・エモンズ反応は、アルキルホス・ホンサン・ジエステルから発生させた、カルボアニオン・オケトン、または、アルデヒドと反応させ、アルケンを合成する反応である。1958年、ウィッティヒ反応の変法として、ホーナーらがこれを発表し、後にワズワースとエモンズが、改良条件を報告した。こうした経緯から、ウィッティヒホーナー反応と呼ばれることも多い。 本来のウィッティヒ反応で用いられるリンイリドに比べて、ホスホナートカルボアニオンの反応性が高いこと、引く、選択性が高いこと、また複製する、リン化合物が水溶性であるため、分液操作だけで除去が可能な点がメリットである。このため、特に体のアルファー、ベータ不飽和エステルケトンなどの合成によく、用いられる。ハロゲンカアルキルトアリンサントリエチルトのミカエリス、 アルブーゾフ反応によって合成される。ホスホノサクサントリエチルなど主要な主薬は市販されている。適当な有機溶媒にアルキルホスホン酸ウエステルを溶解し、水素化、ナトリウム、ナトリウムメトキシド、炭酸カリウムなどの塩基を作用させてアニオンを発生させる。ここにカルボニル化合物を加え、一定時間反応させる。反応温度は気質により、 マイナス78度から寒流まで幅広い。塩基性に弱い気質を用いる際には、D ブー、またはトリエチルアミンと塩化リチウムを併用すると良い。トンプソンとヘスコックは、各種アルデヒドのホーナーアワズワースエモンズ反応における選択性について、系統的な検討を行い、次のような場合に引く選択性が高まることを見出している。一般に、ケトンに対する良、e、い。 Z、選択性は、ほとんどないか、中程度にとどまる。1983年、WC スティルラは、通常用いられるリン酸のエチルエステルの代わりに2、2、2トリフルオロエチルエステルを用いることで、通常とは逆に Z オレフィンが得られることを示した。塩基として、カリウムヘキサメチルジシラジドを用い、18クラウンマイナス6を共存させることで選択性は高まる。 岐阜大学の安藤は、リン酸部分の置換器としてに、に、にトリフルオロエチル元でなく、フェニル元を使うと、さらに高選択的に Z オルフィンが得られることを示している。この場合水素カナトリウム THF や D ブーヨーカナトリウム THF などを用いることができ、スティルの条件に比べて操作の面でも簡便である。ありがとうございます。